にちは。今日はトルコ料理というか、まあ、あのミドルイースト、中近東の人たちが食べるハマスを作ります。これ今すごいあのヘルシーで流行ってるんですけど、このごまのペースト、このタヒニ、これ私ホールフーズでいつもあのナチュラルなオーガニック買ってくるんですけど、それからこれ日本語で言うとひよこ豆、この豆缶一缶と、そしてちょっと味付けスパイシーにカイアンペッパー、そしてパプリカ、そしてレモン半分、レモンジュースからガーリック一さじで、パプリカは後で上ちょっとかけるなんですけども、これはタヒジン、あのカップ半分、そしてこれがひよこ豆の缶を開けますね。はい、流します。ひよこ豆、私は1缶使っちゃいますね。こうやってダバダバダバーっと洗って、はい、シャッ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 と切ります。はい、ひよこ豆1缶と、それからこれがタヒニ半カップですが、もうちょっといっぱい作りたい人はカップ1杯でも大丈夫です。いっぱいこうやって入れます。残ったのもこうやって、結構濃いからねカップについちゃうんで、こうやって入れます。はい、はい、レモンジュースを半分ジューッと全部入れちゃいます。おこんなになっちゃったら困りますね。ガーリックまた一さじボーンと入れて、今度お水をカップ半分、こうやってタヒニをきれいに洗い落とすような感じで入れちゃいます。はい、出来上がり。あ、どんな感じになったかな。おお、美味しそう。フレッシュな甘さ。まあ、こんな感じで出来上がり、こうやってちょっとくる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 ってして、どうするかっていうと、ここにまたオリーブオイルを少しこんな感じでかけますね。そしてパプリカをシュ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 、はい、出来上がり。私のハマスは5分でできます。はい、ハマス、なんかトルコとかサウジアラビアの匂いがするわ。はい、じゃあまたブルーコーンチップスで食べてみます。おー、うん、おいしい。うん、あー最高。いただきます。もっといっぱいつけて。どう？美味しいです。うん、美味しい。お豆の味がこう鼻に抜けます。鼻に抜けるうん、美味しい。我ながら、うん、すんごいフレッシュで美味しい。美味しいですね。うん、こんな美味しいハマサお店で食べたことない。家で作ったのが一番美味しい。これはどんな料理に合わせたらいいんですかね。うん、やっぱり中近東のシシカバーブとか。うん、あ、そうですね。うん、やっぱカバーブだね。そうですね。うんうん、それのサイドにの。でもこれパーティーの時こちらすごいアメリカでもよくみんな食べる。若者と同じぐらいね。うんうん、甘さ出てくるね。うん、バッチリ。